よろしくお願いします。先ほどお送りいたしました曲はフリートシンさんの出会った頃のにでした。ここまで長い、はい、そうですね、たくさんのバンドさんが演奏してきたんですけれども、私たちのバンドが最後ということで、まあ、最後に何とか素晴らしい演奏を、はい、お届けできるように頑張りますので、ぜひ応援お願いします。それではとりあえず2曲目を歌った後にいろいろ喋りましょうかね。はい、はい、それでは、ね、もう今日にぴったりな曲を用意しましたので、ぴったりかな。皆さん本日は大下元も悪い中、大下元が悪いですね、本当に。では2曲目参ります。世界のおじさんで、
していきましょうか。はい、じゃあまずツイッターの。そうですね。はい、私たちまたこれからもライブさんに呼ばせていただいて、ライブさん、ライブの方に呼ばせていただいて、呼んでいただいていまして、はい、ツイッターの方もやっていて、そこで情報流したりしているので、よろしければそちらの方もしていただければなと思うんですけど、はい、ID はメインドロップ。レイン。レイン。アンダーバードロックス。0624です、はい、ということで24が結成日になって、そろそろ2年、丸2年、おー、はい、結成してから、はい、でその日も実はそのライブが決まっていまして、横浜の方でちょっとなんかガラスバニューライブハウスみたいなみたいですね、はい、ところでできるみたいなので、はい、ぜひちょっとまたツイッターの方動画で、チェックの方していただけると嬉しいなと思います。はい、はい、じゃあ曲目に最後の曲に行きましょうか。はい、はい、ということでですね、先ほどツイッターの方で、ツイッターの方をお知らせしていただいたんですけど、おそらくこのアカペラパーティーさんに呼ばれた理由といいますか、きっかけになった曲を実はツイッターの方に投稿したんですけれども、その曲を最後に、はいはい、このライブの一番最後の締めとして歌わせていただこうと思います。皆さん一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです。それではお聴きください。コムクロさんで君という名の翼。
ちぶちに重なる残像、水際に浮かべた感情、喜びや悲しみ、傷さえ包み込んだ約束の光、呆れるほど真っ直ぐに走り抜けた季節を探しに行って、まだ間違いだらけのあの日々に落とした涙と答えを胸いっぱいにかき集めて、もう一度あの夏空、あの風の向こう側へ、君と遊覧の翼で並べた羊雲のように、まだらの心じゃ君の声に気を気づかない、秋風がまだどうかの終わりを待ちわびている頃、僕らの瞳に最後の日が落ちる、追いかけてもすれ違う感情、振り払えはしない残像、選べない道を見かけてみたい、最後まで離さずに握り続けた願いが導いた場所を目指せ。はい、アカペラパーティーも僕たちで最後なんですけれども、この曲も残りでもう少し歌ってしまいました。皆さん盛り上がってくれますか？走り抜けた季節を探しに行って、まだ僕は生きてる、間違いだけのあの日に落とした涙と答えを胸いっぱいにかき集めて、はぐれないようにと抱きしめた、もう一度あの夏空